ということで始まりました、ありがとうストレッチ、今日も元気にいってみよう。あー、いや素晴らしい朝でございますよ。はい、ちょっと音量を上げします。はい、さあということで、ありがとうストレッチはですね、こちらのように愛してる大好きありがとうの言葉を言いながらストレッチを行うという画期的なシステムでございます。これね、この言葉を使うことで自分のことも愛せるし、そしてボディさんがどんどん緩んでいく、脳みそも緩む、いいですね。脳みそを緩ませることも重要ですよ。ということで、ありがとうストレッチ一緒にやってみよう。おー、はい、さあ、こちらですね、まず何をするかっていうと、いつもお伝えいたしておりますが、こちらじゃじゃーん、ビフォーアフターをチェックしますので、ビフォーのチェックです。まずはあのね、最初にね、ご自分のボディが今どういう感じかっていうのを知ってからやるっていうのが重要です。さあ始まってますよ。はい、行いましょう。ではこの愛してる大好きありがとうの言葉はですね、2回ずつ言うと8カント、1回言って4カント、2回言うと8カントになるので、8カントで1セットで思ってください。そして、1セットを行ったら、あの大体1セットでいきます。さあおはようございます、始めてまいりましょう。1セット、2セットの時は1モアセットって言いますので、それで行ってください。はい、では前屈チェック。さあ、ご自分のボディの感じはね、どんな感じかチェックします。長座ポジションにしたら、両方の手を前にして、ゆっくり下ろす。ああ、ちょっとシスターも、今ね、背中さんがまだ固まっておりますよ。はい、足の指の位置がどの辺かっていうのを覚えておいてください。で、今ご自分の背中の位置とか膝裏の張り、ももの張りとかも覚えておいてください。膝の隙間、ここシスターも今手のひら1枚分しっかり入るぐらい空いておりますけれども、これが終わった後にだんだん落ちてきますので、その変化も気づいてください。はい、ではまず足先からいきます。ありがとうストレッチさんはですね、いつも足先からです。左足さんの上に右足さんを乗っけます。で、足の指を横に開いて縦に振るという動きからです。いってみましょう。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き笑顔でね、笑顔重要ですよ。笑顔にすることで呼吸ができます。はい、止まり、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。笑顔にして呼吸をし、声出すことも呼吸につながる、つながるね。なので声も重要です。はい、では手と足をぐさっと結びました。で、足の甲の上側を持って足先をねじります。足先ねじり、せー、つま先ねじり、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き笑顔でね。はい、では土踏まずのちょっと下側を持ちます。見える、下側ちょっと下。はい、で足先ねじり、せーの、愛してる大好きありがとう、はい、愛してる大好き笑顔でね。はい、ではくるぶしを持ちます。で、くるぶしを持って振ります。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き上下、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。はい、ではこれぐるっと回しますけど、あのつま先がね床についちゃう方はお膝をちょっと上げていただいてもいいです。ボディごといきましょう。肘も大きく回します。せーの、愛してる大好きありがとう、ワンモア、愛してる大好き笑顔でね。反対回し、愛してる大好きありがとう、はい、愛してる大好きナイス。はい、では指をパッと離して足先を振ります。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き上下、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。足だけ振り、シスターちょっとね脇腹さん痛めてますけど、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き左右、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。はい、 OK です。ではこの右足さんのふくらはぎさんを、左脇腹さんをちょっと痛めております。はい、左、右足さんのふくらはぎさんを床に置いたら、ふくらはぎ全体を揉みます。キュウリの塩もみストレッチ、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き笑顔でね。はい、
ではですね、ふくらはぎさんをそのままんで、膝のちょっと上の内側、結界さんをグイグイやります。結界グイグイ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね、いいです。はい、では内ももさん全体です。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ありがとう、ナイス。ではこの膝さんをひっくり返しますよ。右足さんを下について、で右足さんのふくらはぎ外側さん、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね。はい、ではお膝、右足さんのお膝を立てます。左足は前に持ってきて、ではふくらはぎの裏側を親指で押します。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、声出してね、愛してる、大好き、笑顔でね。はい、膝のちょっと下です。膝下グリグリ、膝のちょっと下の骨のゴリゴリしたところを押します。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、お膝のちょっと上です。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ありがとう、膝周りゴリゴリ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね、いいです。はい、ではこのお膝さんを伸ばします。ももの上さんです。ももの上さんを肘でもいいし、グーでもいいし、パーでもいいです。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、結構痛いですよ。はい、では膝、お膝さん、つま先さん内側にして、ももの横さんを肘でグイグイ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ワンマンセット、ここ行きますよ、横ほぐして、愛してる、大好き、ここよく張りやすい、愛してる、大好き、ありがとう、ここがね、硬くなっちゃうとね、腰にきますよ。はい、気をつけて。はい、左足のくるぶしさんを右ももさんのもも横さんに当てます。でこれを動かして、もうくるぶしでしごく感じ、つま先お膝さん内側に入れております。で、盛大に行ってください。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ワンモアセット、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス、いいです。はい、今日はこの足を下ろしました。でお膝さん立てます。ももの裏側さんです。はい、ぐさっと刺してグイグイ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔だよね。はい、ではももの内側をがっつり持って、もも内ゆさゆさん、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔だよね。はい、もも外側もゆさゆさします。がっつり掴んで、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ありがとう。はい、ではこの足さんを後ろ、あ、ごめん、膝裏さん、膝裏さんをグイグイやります。肩下げて、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔だよね。はい、そしたらこの膝下さんをブラブラします。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、力抜いてどうぞ。はい、では手の位置をちょっと下げます。背筋を伸ばして、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。はい、そしたらちょっとずらして、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。はい、ではこのお膝さんを後ろに置きます。あの、右足さんが後ろで左足さんが前のマーメイド座り、横座りでございますよ、横座り。はい、そしたら右のね、股関節ちょっとね、こう持ち上がっている方いらっしゃると思います。お尻の下に隙間が空いている感じ、ここもちょっとチェックして、で腰骨の横をグッと落っことしたところをグイグイ、手で、両手で体重かけてほぐします。腰骨に手を当てて、はい、体重をグッとかけたら、どうぞ、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でワンマンセット、愛してる、ちょっとお尻側にも、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね、いいです。はい、では背筋を伸ばしたら両方の手をお膝、左足さんの膝の外に手を置いて、右足さん、右手は右のお尻さんで、右の腰骨さんを左膝側に持ってくる感じにして、骨盤を転がします。骨盤転がし、はい、この時前にした時は胸を起こして、後ろにした時は背中を丸めて、おへそが天井向き、盛大にいきます。後ろから、せーの、
愛してる、大好き、ありがとう。皆さん盛大に大好き。そして脇腹さんがちょっと痛いね。愛してる、大好き、ここありがとう。愛してる、大好き。脇腹さんね、負傷してワンモーセット、愛してる、大好き。脇腹さんをいつも使ってることがよくわかりました。負傷者大好き、ナイス、いいです。はい、では先生ちゃんの前、はい、では先生ちゃんの前して、ここボディ垂直軸をしっかり作ります。ただ左手さんは左の腰の横、右の骨盤さんと肘と肩をグッとねじります。骨盤ねじり、肘だけじゃないですよ、骨盤ごと動かして、せーの、愛してる、大好き。皆さん盛大に、愛してる、大好き、ありがとう。ワンモセット、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。はい、骨盤ねじりで片足終了、ありがとうございます。シュシュ、ここまでバッチリね、できました、いいです。はい、では足のチェックです。右足、両足さん前の、長座さんにしてください。長座、足を伸ばして座ります。で、今やった右足さんをね、チェックしましょう。どうぞ、タラーン。足さん、ずいぶんこの背中の位置が落ちました。はい、手の位置もね、かかとの方にぐっと来てます、こっち。はい、では左手さんはまだ土踏まずの上あたり。背中の位置もこのぐらい。ね、全然右足さん側と左足さんが全然違うね。はい、ということで、片足終了できました。頑張った。自分とみんなにまず拍手をかけばバッチリ。はい、では水分取ってください。デトックス、デトックスですから水分を取りいただいて。はい、花さんご参加ありがとうございます。はい、水分はね、いつでもお取りになりながらやってくださいね。目、このストレッチするとリンパが流れますので、リンパさん流れると老廃物をお出しになってくださいます。そのためにも水分が必要。どうぞ。うん、今日もとってもいいです。はい、では次左足さん行ってみよう。はい、では左足さんをセットしてください。こちら側、はい、伸びしろたっぷりな感じでいきたいと思います。はい、ではもう一度左足さんをチェック、この感じね。はい、では左足さんをお膝の上に、右足さんのお膝の上に乗っけます。で、指先さんを指さんを開いて縦に振ります。声出していきますよ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、お隣。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、お隣。愛してる、大好き、ありがとう。大好き、ありがとう。お隣、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。はい、では指をぐさっと組みます。手と足で握手しております。はい、手の足の甲のところをガツッと持って、つま先ねじり、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。はい、では土踏まずのちょっと下側を持つね。はい、せーの、足先ねじり、愛してる、大好き、ありがとう、笑顔でね。ボディごと使ってください、ありがとう。はい、ではくるぶしさんをガツッと持ったら足を振ります。足振り、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。ボディも振ってどうぞ。上下、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。はい、では手を離します。足の先を振ります。足振り、せーの、愛してる、これ足振り、ありがとう。愛してる、大好き、さっきも足振りだったね。上下、愛してる、大好き、ありがとう。名前がちょっと違う大好き、ありがとう。足だけ振り、せーの、皆さん手離してください。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、左右、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。はい、では両手両足振り、ここチャレンジタイムですが、皆さんは手を離してやってください。背筋を伸ばします。ギュッ、はい、ボディを倒します。両足上げます。両手を離してね、やってください。そしたら左手を離せませんね。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ワンモアセット。背筋を伸ばして、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。ポーズ、チョキン。ちょっと左は気負傷中いいです、ナイスです。さあ、上手。はい、ありがとうございます。
を左足についてください。右足さんを畳みます。で左足のふくらはぎをキュウリの塩もみです。体重かけてグイグイいきましょう。せーの、愛してる大好きありがとう。貴族は力なり、愛してる大好きありがとう。はい、では膝のちょっと上、結界さんですね、膝のちょっと上の内側さん、せーの、愛してる大好きありがとう。生理の道も一歩からありがとう。はい、ももの内側です。内ももぐいぐい、せーの、愛してる大好きいいです、ありがとう。愛してる大好き笑顔でね。はい、ではこの肩をひっくり返しますよ、ね、ひっくり返します、ひっくり返します。はい、そしてふくらはぎさん外側です。せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き笑顔でね、まあ20分ぐらいねいつもできますから、習慣にしてみていただくと、慣れると10分です。はい、ではふくらはぎさん裏側、愛してる大好きありがとう。今度10分バージョンね、ビデオに収めておきたいと思います。はい、愛してる大好きありがとう。はい、では膝下さんゴリゴリ、愛してる大好きありがとう。10分だったらいいよね。はい、膝のちょっと上、愛してる大好きありがとう。便宜上放送はね20分でやってるけどね。はい、では膝周り、愛してる大好きあり、20分って言いながら25分ぐらいやってますけどありがとう。はい、ではお膝伸ばして、はい、ももの上です。もも上ぐいぐい、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き笑顔でね。はい、ではつま先お膝内側でございます。ももの横、はい、もも横ぐいぐい、愛してる大好きありがとう。ここ念入りに、愛してる大好き笑顔でワンワンセット、愛してる大好きありがとう、笑顔でね、愛してる大好きナイス。はい、そしたらこのお膝さんもはい、くるぶしでしごきます。反対側のくるぶしを乗っけてしごく感じ、ボディごとやってください。盛大に、せーの、愛してる大好きありがとう。痛い痛い、愛してる大好き、ワンモアセット、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス、いいです。はい、ではこの足さんを立てます。もも裏さんをグイグイ、せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き笑顔でね。はい、内側です。せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き笑顔でね。はい、外側、愛してる大好きありがとう。愛してる大好きナイス。はい、では膝下をグイグイ、せーの、愛してる大好きありがとう。膝裏、愛してる大好きありがとう。はい、膝下ブラブラ、せーの、愛してる大好きありがとう。肩を下ろしてどうぞ、ちょっとずらして、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き、ちょっとずらして、愛してる大好きありがとう。愛してる大好きナイス。はい、ではこのお膝さんも後ろ、高速バージョン今度やろうね。高速って言っても、まあ、全部やります。はい、では左のお膝さん、あ、お尻さんの下ね、ちょっと隙間があるかと思います。左腰をグッと体重かけてグイグイほぐします。はい、せーの、愛してる大好き、もも横グイグイ、はい、愛してる大好き、ここワンワンセット、はい、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き笑顔でね。はい、背筋を伸ばします。骨盤転がし、右手のお膝さんの横に右手、右のお膝さんの横に右手、左手さんは左のお尻さんで、背中を前にした時は反る、はい、後ろにした時は丸める。骨盤を転がします。後ろから、せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好きありがとう。ワンセット、愛してる大好き笑顔でね。はい、愛してる大好きナイス。はい、では背筋を伸ばして、右手さんを右の腰の横、左手さん左腰、腰肘肩回します。骨盤ねじり、せーの、愛してる皆さん盛大に、はい、してる大好きシスターゆるゆると愛してる、ここが一番あの脇にくるね。愛してる大好きナイス。腹斜筋さんがね、こう斜めに入っておりまして、この腹斜筋さん側をちょっと痛めて、はい、ということで両足終了ですが、ここで最後に骨盤、両足骨盤転がし。はい、ではマットを20、30にして座骨さんを守りますよ。座骨さんそんな気にならない、床
に踊っていたいっていう感じがしない方は別にマットをやらなくても大丈夫。はい、では背筋を伸ばします。足はね、肩幅よりちょっと広いです。背筋を伸ばしたら背中を丸めた時におへそを覗いて、おへそが天井側、背筋を伸ばして前に倒した時におへそが床側を向いております。床側ね。はい、おへその向きをしっかり変えるように大きく動かします。両足しっかり踏ん張っておきます。背筋を伸ばして後ろから、せーの、愛してる大好きありが、皆さん盛大に愛してる大好きありが、ワンモアセット、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。はい、では背筋を伸ばしてクイックバージョン。頭の位置は上下するだけで大きくは動きません。この位置に置いておいて上下でも、骨盤は天井向きと床向きと大きく動かしてあります。骨盤クイック、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きワンマンセット、愛してる大好き、皆さん大きく愛してる大好きナイス、いいです、いいですのポーズ、ちょっとゆっくり、はい、ありがとうございます、できました、今日もバッチリ。はい、では最後、ボディのチェックタイム、チェックタイム、ビフォーアフター、重要ですね。はい、では今やった左足さん、どうぞ。落ちましたよ、右足さん。やっぱあのね、朝これやっとくとね、とってもいいんですよ、一日調子が。はい、膝の後ろさんもね、あの手が1枚入らなくなりました。はい、ももさんものぺっと横に広がってまいりました。伸びてきたってことですね。バッチリです。ありがとうございます。さあ、ボディの変化ございましたでしょうか。何かありましたらコメント欄にお書きください。今日も伸びました、花さん。あ、いいですね。ありがとうございます。はい、ではシーターの告知タイム。オンパンプラス2。オンパンプラス2はですね、2月20日に行われた大好評の公演だったんですけれども、今、感激三昧ライブさんというところで3月6日までご覧いただけます。ぜひこの期間にご覧ください。素晴らしいステージでございましたよ。超楽しい、超面白いあのね、チケット発売して、初日に数時間で完売っていうね、公演でございます。皆さんが期待して見てくださいました。とってもいいです、ぜひ見てください。こちら、ただ出演者こんな感じ、まあ人気者集まっておりました。はい、ということでこちらオンパンプラス、そしてですね、もう一つはシスターのビデオ上映会、シスターのいいですビデオ上映会、ひろみの日の字ボリューム1です。ひろみの日の字でございます。このこちら3月26日土曜日14時と18時スタジオエヴァでやっております。シスターのね、若かりし頃の映像化のがご覧いただけます。若かり、今も十分若いんですけど、当時のね、システムがパントマイム修行した東京マイム研究所でやった公演のビデオを私上映しながらシスターが解説するなんていうトークがついてあります。あと私の師匠である並木孝雄先生のコメントなんかもちょこっと出てくる予定でございます。出てきますそちらもお楽しみに。はい、いいですビデオ上映会ひろみの日の字、このいいですビデオ上映会はね、あのいろいろもっといっぱいいろいろ映像あるから、これから続けていきたいと思っております。はい、ということで今日もありがとうございました。ボディの調子どうですか。あ、花さんありがとうございます、楽しみにしておいてください、はい、では今日もね、素晴らしい3月2日ですね。3月2日目、春になってまいりました。3月2日、春を楽しんでまいりましょう。ということで今日もご視聴ご参加ありがとうございました。明日3月3日木曜日の朝も9時からございますのでご参加ください。 Facebook ライブにて上映中ですよ。上映中、放送中ですよ。ご参加ください。はい、ではありがとうございました。ごきげんよう。 Have a nice day. Ciao. Bye bye.